稲葉昭駅明名は8年9月28日は、山城四度藩の第5代藩主、正重家稲葉家、宋家9代。第4代藩主、稲葉正近の長男。母は、柴田坊の娘。正室は、伊達吉村の娘。形室は、庭高広の娘。子に、稲葉正宏、稲葉正信、稲葉正信、千石久勝、娘、娘。 署名は聖保、通称は大学。官位は、十五位下、十四位下、匠と、単語上。教法十八年八月二十八日、将軍、徳川吉宗にお目見えする。同年十二月十八日、十五位下匠頭に助任する。教法十九年十一月五日、父の死去により後を継ぐ。延教四年五月十五日、総者番に就任する。 同年12月23日、自社奉行の兼任となる。寛延3年12月18日、十四下に昇進する。ただし、総社版兼自社奉行は解任となる。法歴6年2月3日、淀城が消失し、幕府から一万両を借用する。明和8年9月28日、54歳で死去し、後を長男の正広が継いだ。法号は恩領院。 墓所は、京都の名心寺。ありがとうございます。